卒業して最初まあファッションがすごい好きだったんで服飾系のなんか専門学校とか行って、まあ、将来はなんかお洋服に携わる仕事したいなと思ってた時に、まあ、今の社長、うちの社長アーミーさんって言うんですけど、アーミーさんがなんか中田ヤスタカさんでちょっと今面白いことをやろうと思ってて、ぜひ歌ってみないみたいに言われて、でその時はでもやっぱ中田さんのすごく作る音楽が好きだったんで、いやこれはやってみようと思って、でもまさか5年も続くと本当に思ってなかったので、皆さんに感謝です。その音楽活動していくってなった時に、まあ人と被らないもので自分の好きなことをギュッと詰めてやりたいなと思った時に、まあ、なんかちょっとこう目玉とかグロテスクなあのもの映像を入れたりとか、あと一輪車が得意だったんで一輪車乗りたいですとか言って撮影しましたね。その初めて田向監督と、まあ、お仕事したんですけど、自由演技っていうのがすごく多くて、なんかじゃあケリちゃんここでも自由にあの楽しんでくださいとか、もう自由に走り回ってとか言われて、もう自分の中の引き出しを全て使いましたミュージックビデオの 2,3 作品目までは次の日結構熱出してました。やっぱ慣れない仕事と集中力と、まあ、1日撮影して終わった後気が抜けるので本当に忙しくて、で特にそのやっぱり音楽、まあ知名度も上げたいし音楽活動もしていきたいということで、結構なんとかコレクションみたいな、東京ガールズコレクションとか関西コレクションとか、あらゆるあのファッション系のなんかちょっと音楽枠みたいないろいろ出てたりとかして、最初の方はキャリーパミュパミュとか出てもなんかシーンみたいな、誰みたいな感じだったんですけど、なんかだんだんわーみたいになっていくのとかすごい嬉しかったです。なんかモノマネグランプリとか私好きなんですけど、テレビ見てたらキャリーパミュパミュみたいな感じで出てきて、なんかタレントさんが私の格好して歌ってたりとか、キャリーパミュパミュっていうのを漫才に入ってたりとか、なんか今までだと考えられなかったことが一気に起き出しました。ちょうどつけまつけるっていう曲のタイミングで、まあ、少しこう歌でテレビ出れるようになったりとか、
て高校生の時からやってたことが延長線上になっちゃって、なんかお仕事上でもそのなんていうんですか、じゃあここでキャリー語で一言表すならとか言われても別に浮かばないし、なんかその今の思いを変顔でとか言われてもできないし、でなんかそこで困って、もうねマネージャーさんとキャリー語とか変顔とか、まあグロカーもそうなんですけど、ちょっと封印しようって、キャリー語で表し挨拶とかされても別に挨拶することはないし、なんかデュクシーみたいなできない、できなかったです。デュクシーキャリーパンパンです、デュクシーデュクシーみたいなことをやらされそう、やらされてて、このままじゃダメだ、このままじゃ本当に不思議ちゃんのイメージがついちゃうと思って。可愛いについてもよく聞かれるんです。その可愛いってローマ字で KAWAII なんですけど、別に私可愛いをっていう言葉作った人でもないし、もう生まれた時からある言葉 でその可愛い文化の中の一人なのかもしれないんですけど、その可愛いって何ですかとか言われることが多くてすごく悩みました。なので多分過去のこう雑誌とか見ても毎回違うこと言ってると思うんですけど、答えが分かんないですね未だに。初めてのワンマンライブは、まあ、クアトロというところでやらせてもらったんですけど、あのなんかまずステージがやっぱり結構小さめなので、そこで世界観を見せるって結構難しくて、なんですけど、あの増田セバスチャンさんにお願いしてちょっとこう可愛いベッドを運んでもらったりとか、あと何してたかな、なんかその時はもう入り口からこだわろうと思って会場内に香りを、バター飴の香りを振りまこうと思ってやったんですけど、なんかみんな具合悪くなっちゃって本番はちょっとやめたんですけど、なんかもうそういうおもてなし精神みたいな、もうみんなを楽しめたいみたいな気持ちがそこからすごくありました。ファッションモンスター、ファッションモンスター、ファッションモンスター。ファッションモンスターの前後ぐらいが一番結構忙しくて、もうシングルも本当1ヶ月1回とか2ヶ月1回ぐらいにリリースしてたし、もう PV 撮影とか、あとその PR、 いろんなテレビ出たりとかいろいろやってて、友達と全然遊んでなかったですね。なんか今でもなんであの時って連絡返してくれなかったのって言われるんですけど、なんか LINE じゃないメールとか見てももうなんか疲れて返さないみたいな、はいみたいな、そのレスポンスもしてなかったんで、やっぱお仕事にもう全てを注いでいました。本当
1年ぐらいだったので、こんな武道館なんかでやれると思ってなかったですし、やっぱそもそもその音楽に対しても楽しそうだからやってみようって思った感じで、でもやっぱなんか知り合ったミュージシャンとか、 なんかアイドルの子とかと喋ってると、武道館目指してんだよねとか、もう武道館ができるように頑張りたいとか言ってる人すごい多かったんで、なんかこんなそんななんかヌーンって出てきて1年で武道館できるんだってすごいびっくりしました。うん、まあなんかちょっとイベントで授賞式があって、外で少し雨が降ってて、で今日みたいにこう厚底を履いてたんですね。でそのイベントが終わったらもう即出して紅白の会見に行きますみたいな、で私がトロフィー持ってこうやってあの降りようかなと思ったら、なんかみんなが行くぞみたいな、なんか行くぞ行くぞみたいな雰囲気を出してたから、イエーイみたいな感じで急いだら勢い余って階段のところで踏み外しちゃって、つるんって滑って、で多分なんですけどそのトロフィーがこう三角型になってたんですよ。で私が一回それを空に投げて、その三角がこのように刺さったんですよね多分。でも私は前歯折れたと思ったんで、いやもうほんと痛みで、もう痛すぎて泣きそうになって、こう手を外したらみんながすごい真っ青な顔して、今は鏡を見ない方がいいとか言われて、でも手にすごい血がついてて、どうなってんだどうなってんだと思いながら、まあ、紅白の会見を迎えました。で一応一時的にこう絆創膏をつけて、まあ、遅れて登場して出演者の人もざわざわみたいな、あいつどうしたんだみたいになってたんですけど、でもやっぱすごいなと思ったのが、絆創膏貼ってたんですけど、一部のなんかスポーツ紙とかでは絆創膏消えてたんですよね、修正で。なんか肌色になってて、ちょっと唇薄くなってたんですけどなんかすごいなって思いました。でその後病院に行って、なんか3針ぐらい縫って、で抜歯するまで結構こうかっこいいちょっちょっちょみたいな傷ができてたんで、なんかカラフルな絆創膏貼ったりとか、あとつけひげって言って、まあ女の子なんですけど、ここなんか隠せないかなと思った時にちょっとひげをつけようと思って、それで式典出たりとか、まあ不思議ちゃんみたいな、結果不思議ちゃんみたいなことやってたんですけど、でもなんかそのチャンスをピンチに変える、間違えた、ピンチをチャンスに変えるみたいな、なんかそういう、でもその後とかつけひげ、なんかちょっとこうひげのシルエットのものとか、まあもしかしたら勘違いかもしれないですけど、マジでよく見るようになったりとか、なんか結構いい感じだったと思いますね。でもその頃から小林幸子さん超えですかみたいな、もうメディアの人たちがケリーさんはどんな衣装なんですかみたいな、すごい期待されてて、で迷いに迷った結果、なんか自分がケムクジャラのモンスターになるみたいな、なんかすっごい大きい手がこんな感じにしか出なくて踊れないみたいな服着たんですけど、それ着てダンサーさんになんか右と左でそのモンスターの衣装引っ張ってもらうと、まあ、ここに顔がつけまつげがついてる、ちょっと顔になってるワンピースになるみたいな。でも何回もそれも練習したんですけど、やっぱりうまく外れなくて持ってかれちゃったりとかあって、本番もギリギリ失敗しましたけど、ちょっとやっぱ持ってかれちゃったんですけど、大御所の人すごいって思いました。あとやっぱりすごいやっぱ衝撃的だったのが、なんかちょっと演歌の方が勢ぞろいされてて、皆さんいつもお着物着てるあの姿しか見てなかったんですけど、なんかスーパーライダースみたいなの着てて、なんかタイトなピチピチのあのなんていうんですか、デニムレザーのデニムみたいなのにライダースみたいなので、なんかハイヒールみたいなの履いてもこういう感じで演歌の方々がすごい活かして喋ってて、それ一番衝撃受けました。あ、私服こんなロックなんだって、なんかジャラジャラみたいなつけたりもしてやっぱ反動でそういう感じなんのかなと思ったんですけど、でもその時とかも私やっぱちょっとこう変わった靴とか履いてたんで、あーもうバミヤバミちゃんの靴かわいいとか言われながら待ってました、出番を。
歳になります。やっぱ18からデビューして18、19とまあライブでツアーで回ったりとかしてみんなで打ち上げしてもやっぱソフトドリンクしか飲めなくて周りの人たちがこう愉快そうでああいいなって思いながらもなんかちょっとこう乗れきれてない部分があったんでそこはやっぱ解消されて今はこうみんなで楽しくお酒を飲んでますね。多くね A 席に見えたばっかり。私なんかちょっとワールドツアーに対してなんか少し心配とかなんか未だにやっぱワールドツアーってもちろんファンの皆さんに会えるし美味しいもの食べれるし海外行けるし多分最高なものなんですけどそのベルギーのトラウマが強すぎてああまた海外かみたいな気持ちにでもそれが大変すぎたんでちょっとなっちゃってて激寒かったんですよもう車内が本当に信じられないぐらい寒いのとライブをしてそこで泊まればいいんですけどまた 7,8 時間かけてフランスに戻ったんですよ。そしたらなんか聞いたら、まあ、いいホテルがないのとちょっと治安があんまり良くないみたいだったんですよね。で、まあ、初めての私の周りのスタッフさんもちょっと初めてだし結構海外の人時間ルーズだったりもするんで初めてのことだらけでもうびっくりしました。大変だってワールドツアー。あとインタビューも結構難しい質問多くてブルース・リーについてどう思うかみたいな全然知識ないし知らんしって思ったんですけどなんかフランス人のあのインタビュアーの方って自分が知的なことをあのちょいちょい入れてくるんですよインタビューの間に、うん、なんか歴史とか挟んだりとかしてでもなんかよで遠回しに聞くから何をあの聞きたいのかも分かんないしブルース・リーとか知らないしなんか難しいなって思ってましたね。あともうなんか世界的に大スターのキャリーさんですがとか言われてでもなんかそうでもないなと思ってまだまだ頑張りますみたいな風に言ってたら後でなんかそのスタッフの方にいやもうああいう時はそうですよって言った方がクールなんだよとか言われてうわーなんか難しい。その日本とイケてることがまた違うなって思いました。堂々とすることが大事っぽかったですね。よく行ってるコンビニがあるんですよおでん買いに行ったりとかでそこに外国の、ま、店員さんがいて私いつもやっぱ外国の店員さんの時ってきっと自分のこと知らないからと思ってなんかこう安心してまあ買い物してるんですけどですからその時になんかもしかしてパミュパミュさんですかみたいな風に言われてあこんな海外の方も知ってるんだと思ってなんかそっからやっぱりこういつ人に見られてるか分かんないと思って頑張るようになりましたね。気を抜いてたわけじゃないけど、うん、でもなんかテレビでランキングでその街にで見かけたら一緒に写真撮りたい人とかでなんかマツコデラックスさんとかその中に私が入ってたんでやっぱりこうみんなテンション上がってくれてるのは嬉しいですね。私結構エゴサーチするんですけどあのめっちゃファンでみたいななんか坊主頭の男の人で男の人でちょっとめっちゃファンなんでサインもらっていいですかみたいなで全然いいですよとか書いてたらいやマジで CD とかもすごい聴いてるんですよねとか言われてでなんかツイッターでエゴサーチしたらキャリーパミパミにゃうなうキャリーパミパミなうかっこ笑いみたいななんか本物結構ちっちゃかったわサインだけもらったみたいな全然ファンじゃない全然ファンじゃないのにすごいこうファンの感じ出してくる人とか結構いるんだなと思いました。だからツイッターって良くも悪くもその人の本質が見えちゃうんですぐ検索で引っかかっちゃうんですよ。だからなんかすごい見てくる人いるなと思って女の子とかでキャリーでエゴサーチかけるとやばいキャリーが今横にいるみたいなその子のこうちょっと学校生活とか見たりとかしてJK1 みたいななんかそういうの見たりとかしてます隣でこう話しかけていただいてお写真はあのダメですって言ってすいませんって言ってまあ握手とかもちろん時間があるときサインもするんですけどでそれが私にとってはなんか私にとっても相手にとってもいいことかなと思ったんですけどすごい傷つくのが何パターンかあって盗撮じゃないその写真ごめんなさいとか言って握手してサインして去って後ろの姿だっためっちゃ盗撮してる
ガチャガチャガチャみたいな、めちゃくちゃ傷つくんですよね。あれみたいな、私話しませんでしたっけみたいな、わー撮ってると思うんですけど、やっぱそれのさらに言っちゃうと、あれ福岡だったかな、なんかマネージャーさんとみんなでご飯食べてて、したらおばあちゃんがガラケーでめっちゃ写真撮ったらストーブからガシャガシャみたいな、もうこういう感じで撮ってたんですよ。でさすがにまあプライベートだったし、マネージャーさんがちょっとすいませんみたいな、あのちょっと写真は控えさせてもらってごめんなさいって言ったら、じゃああんたが撮りなさいよとか言って、そのガラケーをマネージャーさんに出してて、やっぱちょっとそのおじいちゃんとかおばちゃんとかって、まあ、今の若い子もいろいろこうゆとりとか言われてるけど、ちょっと感覚がまた違うなと思って。そのまあ、武道館ももちろん大きいですけど、アリーナという場所で初めてやったので、これできることが多いなと思って、まあ、お城をちょっとセットに建てて、お姫様とプリンス役と、あとスーパーキャリーパミュパミュっていう3つの段階に分けて、その時も銃で撃たれるっていう演出をやったんですけど、やっぱりそのホールとかだったら多分音が大きすぎるとか、なんかいろいろできないことあると思うんですよね。でもその大きく見せるのでもちろんセットとか衣装もそれなりにこうでっかくもできますし、うん、派手には見せやすいと思います。私ツイッターをやってるんですけど、で結構フォロワーも最近もう300万人ぐらいいて、まあ、すごい大切なツイッターなんですよ。で以前お父さんの携帯から自分でログインしてちょっとツイッターを見てたことがあって、それをなんかずっと解除してなかったみたいですお父さん。でもやっぱ解除しないで見てると、私がフォローしてる人たちとかフォロワーのリプライとかも見れるみたい でそれを結構日々楽しんでたんですよね。したらなんかある日私がツイッター見たら、なんかフォロワーの人たちからのリプライが、ケリーちゃんそんな人のことはほっといた方がいいんですよとか、ケリーちゃんあんまり落ち込まないでみたいな、いきなりなんかすごい心配してる人たちが増えてて、なんでだろうと思って見たら、うちのお父さんが
なんかツイッター上のそのアンチのコメント、なんかキャリーキモいしねみたいなのに対してはーいって感じなんですで、それ 2,3 個返してて、そういうのに対してはーいとか言って、で私そんな記憶ないし、これ誰なんだろうと思って、もう急いでお父さんに電話したら、なんか見てらんなかったんだよとか言ってだってさ、あんなこと言われてさとか言って、なんかすごいお父さんも熱弁してて、まあ、娘のこと大切なんだろうなと思ったけどはーいはやばいなと思って今だね、あれ伝説です。突然の感じでしたね。いや、もうなんか新たなステップ行っちゃったなと思って、なんかまあ普通にあのメンバーも込みでお出かけとかしてて、まあ、目撃情報もあったし、で別に私もその事務所は恋愛禁止ではなかったので、まあそんな人に言う話でもないしなと思っていたら、まあ深夜に付き合ってるよみたいな感じになって、次の日とか本当ミヤネ屋とか見たら私がテレビでって出てて、なんか新しい形のカップルですねとか言われてて、やっぱ報道が出過ぎちゃって、もちろん反省の意味を込めて、あの自宅に帰ってました、実家に、うん、でも食欲もなくて落ち込んでたら、お父さんとお母さんがお寿司買ってきてくれて、食べなっつって、でももう食べれないとか言って、で社長にも何回か、まあ、呼び出されたことあるんですけどアーミーさんめっちゃ怒ってるからとか言われて、ちょっとここにいてって言われて、まあ、部屋入ったら、まあ、アーミーさんって言うんですけど、社長さんが入ってきて、いややっぱりちょっとこう、もちろんスポンサーさんもあるし、別にねデートとかしてもいいんだけど、あの人目につくようなとこにはやっぱり行かないでくれみたいな、まあ、最初普通にこうちょっとやめてくれみたいな言われたんですけど、なんかだんだんでもさみたいな、キャリーも21歳だしB 型じゃんみたいな、俺も B 型じゃんとか言い出してでもやっぱ出かけたいよねみたいになっちゃって、出かけてもいいよみたいになっちゃって、最終的になんか怒られないんですよ毎回、最終的にでもいいよみたいになっちゃって、でもマネージャーさんに注意されるみたいな、マネージャーさんはもう本当ダメだからって言われるっていう、そうですね、バランスがやっぱり難しいなって思いました。その普通の21歳か、その時1歳の女の子で居続けることと、やっぱキャリーパミュパミュとして夢のようなことをやってるので、一気に現実感がやっぱそこに出るじゃないですか。なのでなんかまあそういうファンの方とかはにはなんかどうなのかなと思ったんですけど、でもそれがやっぱありのままだし、別にね、あのお出かけとかデートとかして全然いいと思うので、ただまあ本当ちょっとしたことでニュースになるなとは思いました。でもそのぐらいやっぱ注目されてることなのかなと思ってなんかやっぱりなんかその時もそのなんか他の報道が出ちゃったんですよ。本当友達だったんですけど、なんかキャリー二股かみたいな感じで出ちゃって、で全然そんなんじゃないし、かといってもなんか違いますとか言えないし、まあ、もちろん相手にも迷惑かけるし、ああもうやだと思って、もうこんなにプライベートの追われるんだったらもう普通の人生を送りたいと思ってたんです。でその時に結構まあ落ち込んでたし、まあ、スタッフの方にも迷惑かけて、ファンの人もすごい心配してて、でアリーナツアーやったらもうお客さんがすごいこうキラキラした笑顔で応援してくれてたりとか、声援をかけてくれてすごく救われたんですよね。で、あの最後 MC したらちょっと感極まっちゃって、なんかもう芸能界行って本当にこう汚いところだなと思っちゃいましたみたいな、で本当一時期はやめたいななんて思ったこともあったんですけど、でも今日こうみんなで、あのみんなの前でライブしてすごく元気をもらいました、ありがとうみたいなこと言ったら、翌日なんかキャリー芸能界は汚いやめたいみたいな感じになっちゃってて、いつ引退かみたいな、すごいなんか大きくなっちゃった話が。だから言葉って気をつけようって思いましたね。そこからは本当に発言のこととか気をつけたいな、誤解を生まないように気をつけるようになりました。でまあ本当に普通に恋愛をしてるだけなのに、なんでこんなに追われなきゃいけないのか、なんでこんないろんな人に盗撮されて言われなきゃいけないのかっていう話をしたら、じゃあちょっとその思いを曲にしようかみたいな、今のキャリーだったらこうちょっと飛ばした曲でも絶対いけると思うみたいに言ってもらって、でできた曲ですね。
問題があるとよく自分で歌詞書いてるのって聞かれるんですよ。で、確かに私の思いはかなり入ってるんですけど、ただ恋をしてるだけなの、機械みたいに生きてるわけじゃないとか、やっぱ素敵な言葉は浮かばないので、なんかあれ本当にレコーディングで初めて見た時本当に泣きそうになりました。すごく響きました。他のアイドルさんたちにも響いたんですかね。でもって思うじゃないですか。ヘリちゃんの問題がある、聞いてますみたいな、もう最高みたいな人すごいいて、やっぱ響いてるなと思いましたね。私も別に恋愛はしてると思うんですけどね。ただそれがこうダメだとか言われてるから、別に、まあ、それが人間として普通のことなんじゃないみたいな感じで、なんかまあその、まあ、お互いにとって、まあ、今回でっていうか、まあ、お別れしましょうみたいになって、そこから全然連絡も取ってなくて、でふとツイッター見たらなんか謎の暗号が上がってたんですよ。なんか1212なんとかみたいな。で全然意味分かんなかったし、そしたらなんかファンの方が別れたんですかみたいな、どうなんですかみたいなすごい言ってて、そしてなんかその We broke up みたいななんかことがその暗号に含まれてたらしくて、で勝手なことをすごいするんだなと思ったんです。その時はすごく勝手に公言とかしてめっちゃ人に心配されるし大丈夫って何だろうと思ったんですけど、これをなんか自分もそのあの暗号の帽子を作って、最初なんかミュージックステーションで被ろうかなと思ったんです。最初の方ので、あの岡本玲二君が友達なんですけど、頼んであの帽子を作ってほしいって言ったら工場に出してくれて作ったんですけど、それが2ヶ月後ぐらいに帰ってきちゃったんで結構遅れたんですよね。で限定で5個ぐらいいろんな数字の大きさがあるんですけど、で作ってもらって、まあ、せっかく作ってもらったしちょっとツイッターに載せようかなと思ってアップしたら、なんか時期も2ヶ月後だったんで、なんかすごい未練たらしい女みたいな、引きずりまくってるみたいになっちゃったんですけど、そんな感じでした。でなんかそのやっぱやってることが結構過激だから、ちょっと海外寄りというか、まあ、すごいなんか面白いって言ってる人と、その相手の気持ち考えないんですかみたいな、すごいひどいと思いますって言われたりとか、もう常に賛否両論ですよね。やっぱもともとそのキャリーパミュパミュ自体はきっと私生活を見せない方がファンタジーでミステリアスだと思うんですよね。そのテレビで歌ったりライブの前だけで登場して、なんかよくやっぱ私生活見えないって言われるんですけど、でもやっぱツイッターとかにラーメンうまみたいなこと書いたりとか、足痛いとか書いたりとかしてるんで、そういうところでプライベートが見えますよね。今はフォロワーがもう400万人ぐらいです。あ、そんないましたっけ。400万人いるんですね。でもそんなにいるのかなってちょっと疑問なんですよね。いや本当に疑問で、なんか噂ではツイッターってなんかあれ変えるらしいんですよ。なんかフォロワー変えちゃうんですって、お金で。でなんかあるなんかそのアイドルのツイッターはきっとフォロワーを買ってて、なんか夕方の4時になるといきなり2000人ぐらいフォロワーが増えるんですって、そのアイドルは。でなんか私もフォロワーを見たら結構卵型の人がすごいいて、ファミさん買ってんのかなって思う時あります。でも卵型の人ってツイッター始めたばっかの人が多いんで、多分そのおすすめユーザーとかに私が出てくるんだと思うんですけど、いつの間にかすごい増えたんですよ。ちょっとやっぱ自分の中で思いがあってそのもちろんシングルをたくさん連続で出させてもらうことは嬉しいことなんですけど、もう PV 撮って
シングルまたレコーディングして PV 撮ってレコーディングしてみたいなのが結構繰り返し続いた時があって、で私の中でもすごい PV って世界観を一番出しやすくてすごく考えたいのに、もう時間がないからこうでいこうとか、もうジャケットもこんな感じとか言って全部がもうギュッと詰まっちゃってて時間がないみたいなのが理由で、でちょっと社長さんにもう少しゆっくりしたいですって、シングルももうちょっとゆっくり出したいし、もう少しお休みいただけると嬉しいですって言ったら、まさかのシングル2枚紅白出れずっていうところに行っちゃいましたね。紅白落選はでも最初は全然気にしなくてそろそろ紅白の発表の時期だねみたいなみんなで言っててでそしたらなんか社長あみさんに、なんか今ちょっと調整中なんだけどもしかしたら出ないかもしれないし、まあ、今出れるかもしれなくて分かんないからちょっと待っててねって言われて、まあ本当心配はあんましないでねって言われて、で気にしなかったんですけど、やっぱその発表の当日に、まあ、今回ダメだったって言われて、で、あそうなんだと思って、まあで別に紅白が全てじゃないし、まあ、今年その自分もちょっと休みすぎてた部分があったんで、まあなるほどなと思ったんですけど、林家ペーさんにこの前終わった時も、いや今年は紅白見ねえんだよとか言って、看板娘のねあなたがいないからね見ないんだよとか言われて、なんかそうやって応援してくれてる人たちがいることがすごい嬉しかったですね。私が一人っ子なので、なんか結構兄弟のいる生活に憧れがあるので、うん、なんか男の子と女の子とかいつか欲しいですね。子供を産んだり結婚とかしても活動を変わらず続けていたいなと思います。そのだし、なんかイメージですけど、ママ感を出したくないです、全く。なんかやっぱりよくインスタグラムとか見ると、結婚した人とか子供生まれた人ってすぐ子供、すぐって言うとあれなんですけど子供アップしたりとか、子供といるとこ撮っちゃうじゃないですか。でも、なんかキャリーちゃんって最近出産したらしいよみたいなぐらいで、子供の話とか、そう結婚の話とか したくないです、全く。もう音楽だけやり続けて、その今なんかうちの子供が1歳でとか、その話とかは控えたいなと思ってます。そうですね、でもやっぱり別に今結婚願望とかないですね。今はやっぱいろんな人と喋りたいし、いろんな出会いもあるので、なんかこう結婚しちゃうといきなり人妻になるじゃないですか。なんか大変そうだなって、例えば誰かとご飯行くのにも本当になんか不倫だとかいろんな言われ方されそうだし、結婚は慎重にしたいですね。よく言われるんですよね、その地元の友達とか、なんか今はいいけど、いやキャリーパンパンっていつまで続けるのみたいな。でだし、なんか結構いろんな人に心配されるんですよ。初めてお話しするライターさんとかにいきなり、いや今は若くて可愛いからいいけどどうするの5年後みたいな、正直みたいなこと言われたりとかしてなんか全然何も考えてないです。なんでそんな人に心配されなきゃいけないんだろうってぐらいです。てかあなたに心配されることないし、別にうまくやっていくしって思ってますねいやめちゃくちゃ心配されます。でもその10年後はどうですかとか、15年後はどう見えてますかっていう質問とかもされるし、でも私が多分ここまでポジティブにやってこれたのって先のことを考えてこなかったからだと思うんですよね。こっから先なんかワールドツアーやって、アルバム出してどうしようどうしようみたいな、もしこれでファンの方来てくれなかったらとか、ライブチケット売れなかったらどうしようとか常に考えてたら前に進めないから、なんか別にあれやるんですねみたいな、まあ大丈夫かなみたいな感じでなんか5年間やってきたんで、そんな10年後15年後のことを毎日心配する必要ないし、その時間無駄です。その時間遊びたいですね。なんかもうちょっと夢見てたいし、本当に大変になったらそこで考えればいいって思ってますね。で現実の不安を押し付けてくる人一番嫌です。自分の不安であんたどうなのみたいな、すごくなんか嫌だなと思いましたね。だそこ、そういった部分はすごいファンタジーのなんか思い持ってんのかなって思いました。夢見がちなんだと思います。まあ、1年後ぐらいのことは考えてもいいと思うけど、絶対に5年後10年後なんてそれは誰も分かんないじゃないですか。もしかしたら地球がなくなるかもしれないし、いや本当にみんな死ぬかもしれないし、そんなこと考えなくていいと思います。
Thank you.